バリ百林は、新末民初の革命家、政治家、ジャーナリスト、奇襲侵害革命を指導した革命派の人物である。字は、意識。15歳で、起業府書生となる。1902年、日本に留学して、早稲田大学法制則成科に入り、翌年に帰国した。1907年、公立奇襲法制学堂に入学し、同年12月に、起業で、 革命派の組織である自治学者を結成した。1909年、バリ百林は自治学者社長となり、自治雑誌、西南日報などの機関紙を発行している。翌年、奇襲省指揮局議員に選出された。1911年10月に、侵害革命が勃発すると、11月に、バリ百林は新軍を率いるようと蝶徳善らと共に放棄し、 奇襲軍政府を自立した。要誠が都督となり、バリ百林は、数密委員長に任じられている。しかし、軍政府内では、バリ百林らの革命派、朝徳善らの新軍のグループと、任霞らの立憲派、劉憲、与らの旧軍のグループとの間で、激しい対立が生じていた。そして任霞、劉憲、与らは、翌1912年3月、 と、次業引きいる天軍を器用に招き入れ、バリ百輪、長徳全裸のグループを粛清してしまったのである。バリ百輪は九死に一生を得て、上海へ脱出した。同年5月、バリ百輪は上海で西南協会政治促進会を結成した。8月には国民党に加入している。翌年の二次革命に際しては、高校の下で秘書長を務めた。 1916年7月、北京政府内務部三次健康統計官学校副校長となっている。その翌年には辞職して南下し、孫文の誤報運動に加わる。誤報軍政府においては、当初、司法部部長に任ぜられたが、病のため就任できなかった。1919年10月、上海にて病没。去年42、ありがとうございます。